プラオサン寺院群、プラオサン寺院として知られる仏教寺院群である。ヒンドゥー教寺院として名高いプランバナン寺院、別名、ロロジョングラム寺院の北東にあり、プランバナン寺院の北北東1から 1.1km に位置するセウ寺院の東方1.2から 1.3km の地域にある。プラオサン寺院複合体は高度六十三からメートルにあり、 4529.06平方メートルの地域を占めており、バナナやトウモロコシ並びに水田に囲まれる。プラオサン人複合体は、現在、北プラオサン寺院と南プラオサン寺院の2つの仏教寺院群により構成される。ロルは、ジャワ語で、北の井で、キズルは、南の井である。南北約100メートルにある北プラオサンと、 南プラオ山の寺院遺跡群は道路により隔てられている。プラオ山寺院が創建された年代は不詳であるが、北プラオ山外苑に配置された構造物の多くに短い国分が認められ、その中に発見された2基の仏塔の国分には、コマタラム王国の第6大王、ラカイピカタンの根流が記されていた。これにより9世紀中頃、大乗仏教を信奉する。 シャイレーンドラ朝のサマラトゥンガ王の娘、プラモーダ・オダワルダニーがヒンドゥー教を報ずるサンジャヤ王党のラカイ・ピカタンと結婚したことにより混流されたと言われる。このことから、プラオサン寺院は825から850年のうちに創建されたと考えられている。時代としては、碑文により同じく旧世紀中頃とされるプランバナン寺院の年代に近いが、 当初の複合体との関連はない。しかし、プラオサン寺院は、創建された当時とかなり異なる構成となっており、北プラオサン寺院の南種子導も、かつての構造物の上に構築されたと考えられ、プランバナン寺院の新しい建築技術による構築方法は、北プラオサンの種子導などにも認められている。百四十一から百四十八年にかけて、 北プラオ山ん及び南プラオ山の一部の修復がなされた。その後、1962年に北プラオ山寺院の主指導が考古学局により修復された。一方、南プラオ山寺院は1990年に中部ジャワ古代遺物保存局により修復されている。2006年にはプランバナン一帯に被害をもたらした。 ジャワ島中部地震により、プラオサンジ寺院においても損傷が認められた。ツインテンプルフェスティバル2016年より、プラオサンジ寺院において、ツインテンプルフェスティバルが毎年取り行われている。クラテン県で開催される大規模な文化的行事であり、伝統的な音楽やダンスが上演され、インドネシア軍島各地からの様々なダンスが披露される。この活動は観光の一環として、 プランバナン地区の村文さんの芸術家及び舞踏団体によりなされ、中部ジャワ観光局の協力により開催されている。北プラオさんと南プラオさんは共に西側が正面となり、もともと一つの複合体であると考えられる。また、プラオさん寺院の外苑に見られる小型の構造物群の配置からもわかるように、 その構成はマンダラに基づいて増築されており、王、ピカタンにより、マンダラとして王国の勢力の回復を象徴したものとも考えられる。プラオ山寺院の前方に位置するドバラパーラゾー北プラオ山は、東西90メートル、南北200メートルの周壁に囲まれ、南、北の2基の種子道がある内縁及び、マンダパとして知られる外縁の領域からなる。二基の 両主指導ともに、入り口と門、それにドバラパーラの守護神像がある。主指導の外壁にある聖観論像を着た、プラオサンジ寺院群には174機の小型の構造物があり、3列に配置された116機の仏塔と58機の小指導からなる。それらが配置された外縁により、四方を囲まれた2つの内縁のほぼ中央に、それぞれ総院とも称される。 サリ寺院に類似した種子堂があり、南、北の種子堂とも大きさや構造がよく似る。二基の種子堂は三つの部屋に分かれた上層階と下層階により構成されている。外壁には菩薩ら天人たちの精緻な彫刻が並ぶ装飾が見られる。それらの多くは男尊像であり、窓辺には小さくかつ少数の女尊像が彫刻によりかたどられている。 仮想会の各部屋には、それぞれ三尊像が安置されていたが、今日、各部屋には中尊像のない台座の両側に、造高約1.4メートルとなる二体の遊戯座の菩薩像のみがある。中央の蓮華座に安置されていた、如来像は今日失われているが、おそらく二体の石像菩薩像を脇地とする中尊は、正度制の座像であった。南手動の中央の部屋には、 入って、左側に、関ン,ン菩薩像、右側に、金豪舟、菩薩像が配されている。この脇町の菩薩像の種類及び配置は、ムンドット寺院に見られる三尊像のものと一致する、ことから、この内人の失われた中尊は、釈迦尼仏像であったと考えられる。同じく左右の部屋の菩薩像も同定されるが、中尊は不明である。また、北朱指導にも、 同様に、菩薩像が配置されていた。上層階にも仏像が安置されていたとも考えられるが、窓が示す位置により、下層階の三尊像と異なり、中央の基台に一体の彫像のみがあったものとされる。各部屋の壁面の上部には、かつて木造の梁により上層階の木造の床を支えるために作られた石材のオーブの跡があり、 木造の階段の基部となる石材の痕跡も見られる。また、内陣の壁の一面にある肖像には、王冠により、クメール王子の姿を描いたと考えられる彫像が刻まれている。南プラオ山寺院遺跡南プラオ山は著しく、荒廃しており、その寺院複合体の配置については、不明確である。また、北プラオ山寺院とかなり異なり、 南プラオさんには未だ主指導は認められていない。しかし、西側の石材の山は複合体の副指導のものであったとされるほか、指導及び東側の仏塔など多くの構造物の移行があり、基団が残存していた、いくつかの副指導については修復されている。南プラオ山寺院複合体は、アイゼルマンの推定によると、北プラオさんと同様に中心が方形である領域が、 北、東、南側の3列のおそらく仏塔と考えられる構造物により取り囲まれ、西側には1列の仏塔及びその外側に2列の方形の指導があったとされていた。その一部が確認された後、1940年代の発掘調査により、12基の指導及び5基の仏塔の移行が認められたが、その後、西側にも3列の仏塔があったことが認められている。 ありがとうございます。